Hey everyone and welcome to DMM Daywa Radio. Enjoy good talk and tips for learning English. DMM Daywa Radio. Let's get started.はい、ネームメーカーラジオ始まりました。今週は PR チームの緑と、Hi, I'm Hannah。オーストラリア出身のバイリンガル講師、Hannah がお届けいたします。はい、本日はなんと Hannah さんのラストエピソードとなりますね。はい。約10から11ヶ月ぐらいですかね。どうでしたでしょうか。楽しかったです。でも寂しいです。ね、寂しいですよね。はい、うん。I'm going to miss you, Midori.I miss you too. Yeah, and all the other DMM users. はい。ちょっと悲しい始まりとなりましたが、もう今回、ラストエピソードを張り切って進めていきたいと思います。DMM 英会話ラジオでは、音声でも英語学習に役立つ情報や、使える英語表現などをご紹介していきます。DMM 英会話ラジオ。一つ目のコーナーはマテリアルオブザデイ、ゲームメーカーのおすすめ教材を季節ネタや旬なトピックを絡めながらご紹介し、ユーザーの皆さんにもぜひ活用していただこうというコーナーです。本日はデイリーニュース教材から Expressions to talk about seasons of life を紹介します。シーズンオブライフ、つまり人生の季節ということですよね。そうですね。春が終わると暑い夏が来て、夏が終わったと思えば涼しい秋が来て、その後は暗くて寒い冬が来る、こんな感じですね。そんなように人生も春夏秋冬のような節目や時期を繰り返しながら進んでいくものなんですよ。ということで Seasons of Life という題材名になっています。なるほど、人生にも季節ありですね。はい。Hannah さんは残念ながらラジオパーソナリティを卒業してオーストラリアに帰国することになりましたが、今回は Hannah さんにとって人生の季節の変わり目という感じでしょうか。まさにそうですね。新しいシーズンが始まります。春は私のように新生活を迎える人が多いと思います。 So it's an exciting new adventure. そこで今回の教材では、人生の節目を表す表現とライフプランを話したりするときに使えそうな教材をご紹介していきたいと思います。まずはボキャブラリーのチェックからいきます。 Wobbly、 グラグラする、よろめく、 Peak、 絶頂期、頂点、 Desire、 欲望、願望、欲求、 Quit、 やめる、タトゥー、入れ墨、retirement、退職、引退後の、余生、ピークは日本語でも知られているピークです。あとタトゥーはタトゥー。これらは和製語なので知っている人も多いと思います。そうですね。ピークも日本語で広がピークに達するとか。でも使うし、あとは最後のリタイアメントも日本語だとリタイアとして使われていますよね。そうですね、retirement という名詞そのまま の和製英語はないんですけど、動詞の retire の和製英語リタイアという意味でよく使ったりしますね。リタイアはリタイア生活という使い方であれば、まあ、退職後の生活という意味になります。またギブアップみたいなイメージの途中で辞めてしまうという意味でリタイアも使えます。はい。では仕事を辞めるって時はどのように表現できるんでしょうか。例えば Hannah さん will retire from DMMAKA Radio と言ったら不適切ですかね。その他、まあ、例えば日本語だと卒業なので Hannah さん will graduate from DMMAKA Radio、 それとも quit を使ってHannah さん will quit DMM Car Radio だとどうなんですかね。そうですね、3つの例もう使えそうなんですけど、この quit だとちょっと強い言い方ですね。例えば I quit と言
とかね、なんかこうもう辞めてきたみたいな感じです。仕事仕事辞めてきたみたいなそうですね、retire は高齢のためやまたは資産が十分にあるため働く必要がなくなったということで、retire すると言います。やっぱり退職ってイメージが強いですよね、うん、リタイアだと。そうですね、退職ですね、うん、で次に graduate は、まあ、学校を卒業するということですね。なので、うん、日本語でまあ卒業といっても英語だとこの場合グラジュエイトはちょっとおかしいということですよね。そうですね、仕事だから。で最後に quit なんですけど、まあ、これは単に何も考えずに仕事を辞めたっていう感じですね。うん、私だったらそうですね、leave を使いますね。例えば sadly I'm leaving DMM 英会話 radio。なるほど、leave、はい、離れるっていうこと、直訳だと離れるだけど、こういう時にも使えるんですね。そうですね、離れて、まあ、新しいことをするとか、うん、次のステップに行くとか、I'm moving on とか、そっちの方がやっぱりしっくりくるような感じの表現ですね。はい、とても自然ですね。今回のようにどの言葉が一番ベストかわからないことはよくあるんですけど、そういう時はどのようにすればいいんですかね。そうですね、そういう時はまあ、ニュアンスの違いだったりとか、Google で違いを検索するといいですね。例えば quit、retire で違いっていう風に Google と説明が読めたりします。あとそこで紹介されている例文をしっかり読むと、まあ、腑に落ちるかなと思います。そうですね、ニュアンスが違うと相手に違和感を与えてしまう可能性があるので気をつけたいですね。そうですね、ニュアンスはとっても大事ですね。それでは本文に入りたいと思います。まずは冒頭部分を読み上げていきますね。 Just like the earth, people go through seasons of life. For example, when a baby starts to walk, they enter a new seasonWhere they are no longer a baby. They are now a toddler. This word comes from the verb to toddle, which means to walk with short wobbly steps. 面白いなんか表現が多いですね。地球と同じように人も人生の季節を経験する。例えば赤ちゃんはベイビーからトドラーになる。グラグラしたりよろめきながら歩くのがトドラーで、ハイハイをしたベイビーから次の季節へ成長するということですね、はい、トドラーってあんまり私聞いたことなかったんですけど、はい、そうですね、トドラーは例えばギャップとかに行くとトドラーってこう書いてあったりしますね、服のセクションで。あ、まあ、子供服というかそれぐらいの年齢の服がありますよって、キッズとはまた違う。そうですね、はい、2歳からみたいな、うん、それでは文章を読み進めていきましょう。2つ目のパラグラフです。 Many toddlers go through a season known as the terrible twos because it usually starts around the age of two. Around this ageChildren begin making more decisions for themselves. They may say no and scream when they don't get what they want, which is why this season can be terrible or very bad for parents. Terrible twos は魔の2歳児という意味です。はい、花さんはお子様がいらっしゃいますが、この Terrible 2、 魔の2歳児の時期はどうでしたか。本当に魔という感じでした。そうですね、本当に魔ですね。下の子が今2歳なんですけど、 He is uncontrollable and he throws tantrums. Yeah, tantrum、うん、ちょっと癇癪を起こすみたいな、はい、うん、はい、なるほど。この魔の2歳児が終わっても子育ては続きます。それでは次の人生の季節に移りましょう。 Adolescence is the season when a child becomes an adult. Someone who is not a child but not quite an adult is called an adolescent. 青年期は子供が大人になる時期のことで、もう子供ではないがまだ大人でもない人をアドレッセントと呼びます。
なるほど。子供ではないが大人ではない時期だと、まあ、学生っていう感じですかね。そうですね、アドレッセンはティーネイジャーという感じです。なので高校生くらいまでですね。はい。それではアドレッセントが終わって子供たちが親の手を離れるのが次のシーズンです。 When a person reaches their 20s and 30s they are a young adult and are said to be in their prime of life. The word prime meansof the highest quality. This season is also called someone's peak because it's thought to be the best part of a person's life. 20代30代が young adult ということです。 The prime of life は最盛期という意味ですね。この時期は人生の中で最もいい時期、つまりピークということです。はい、ということで私たち今ピークらしいんですけど本当にそうなんでしょうか。なんかそうみたいですね。はい、ではどんどん読み進めていきましょう。はい。次のシーズンはなんとクライシスです。はい、ではこれについてちょっと読みますね。 Someone who is about 45 to 65 years old is middle-aged. Middle-aged people are in the middle of lifeor midlife and may experience a season known as a midlife crisis, an often difficult time when they feel a strong desire for change. They may quit their job, buy an expensive car, get a tattoo, or take up a new hobby. この middle-aged というのは中年という意味で、人生の中間地点という意味ですね。 The midlife crisis は中年の危機と知られている時期を経験するかもしれない。変わりたいという強い願いを感じたりして困難な時期だそうです。私たちはまだこのミッドライフクライシスを経験してないのでちょっとあんまりしっくりこないんですけど、花さんは中年の危機を経験した人をなんか周りで知っていますか？ Yeah, I know somebody who is in their late 50sAnd she got made redundant. 退職、まあ、退職せざるを得ない、せざるを得ないみたいな形になってしまって、うん、And she was lost. She didn't know what to do.、うん、yeah. 確かにこの年代になるとなかなか新しいことを始めづらかったりとか、まあ、難しい時期になるということですね。そうですね、うん、まだなかなか想像ができないですけど、きっと人生のシーズンの中にはやっぱりいい時もあれば悪い時もあるんだなと思いました。うそうですね。ではクライシスな中年の後はゴールデンイヤーズの到来です。では文章を読み上げます。 Finally, after midlife comes old age. This season is also called the golden years of a person's lifeThese are the years when they can relax and enjoy retirement. この時期も young adult と同様に人の人生の中の golden years、黄金時代と言われており、この時期はくつろぎながら老後を楽しめる時です。なるほど。なんかいろいろな老後でいろいろな問題はあると思いますが、はい、私たちもそのように過ごしたいですね。そうですね、楽しく生きたいですね、 young adult みたいに。はい。Okay. それではディスカッションから定年に関する質問です。みどりさん、 At what age would you like to retire? Why? Well,、my ideal retirement age is around 50 because I want to spend more time with my family and I don't know a specific thing but I'd like to start something new after my retirementMaybe new hobbies or more travel. I will have a lot of free time. Yeah, that sounds like a good plan. Retirement at age 50.、Mm. いいね。わかんないですけどね。Yeah. Mm. Yeah, well, as for me, I want to continue working because, you know, you feel young when you work. Or maybe start a small business like internet, selling something online. Mm.それもスマートですね。Yeah. うん、
ではみどりさん、 In your opinion, where would be the perfect place to retire? Why do you think so? そうですね、perfect place. I would like to retire in more quieter place. I'm not sure where it is. Could be out of Japan. Wow, out of Japan. Maybe. That sounds interesting. Wow. Somewhere warm, somewhere cold. もしかしたら寒いかもしれない。寒いかもしれない。Here you go. いいですよね。いや、暖かいとこもいいですね。はい。老後は好きな国でゆったりとね、幸せに過ごしたいですよね。ですね。はい。今回は花さん卒業ということですので、私から少し追加の質問させていただきます。花さんはなぜこのタイミングでオーストラリア行きを決断されたんですか？ Well, it was a big decision.But I have several reasons why I decided to go to Australia. First, I want to send my children to Australian school. And I want them to learn English like a native. And second reason is it's time for me to find a new job. I think it's time to move on. Yeah. なるほど。興味深いですね。では次の質問です。花さんの次の季節のご予定を教えていただけますでしょうか。So, ゴールとかですかね、目標とか。そうですね。Okay, well, I want to make my children bilingual. I want them to study and learn Japanese and English. And I also want to find a full-time job. Yeah. Something stable. なるほど。すごく大きな挑戦になると思いますが、花さんのオーストラリアでの新生活が素晴らしいものになりますように私たちも応援させていただきます。 Thank you。 新しい生活にも不安もありますがワクワクもありますね。リスナーの皆さんも春からの新生活を楽しんでください。今日は人生の季節をテーマにお送りいたしました。はい、こんな感じでこのコーナーでは引き続き、プロの視点からいろいろな教材をおすすめしていきますので、次回もお楽しみにしていてください。Hello! こんにちは。みなさん。Everyone!せーの、Welcome to the Shoestrings! I'm Kurumi. I'm Julian. We are teachers from DMMA Kaiwa, and also we are traveling around the world. In this program, we'll be introducing you to a country, useful expressions, and travel tips. Please enjoy listening, and I hope you learn something new. Me too.Okay, let's take a country quiz. Hint 1. The parachute was invented here. Hint 2. You can see historic Roman sites. Hint 3. There is a real Egyptian sphinx here. Hint 4. The necktie was invented here. Hint 5. MP3 players were invented here. The answer is... Se-no, Croatia! Croatia.Now we are at the train station, Zagreb, the capital of Croatia. We are waiting for our train to Bled, Slovenia. Today we would like to share our experiences in Croatia. And we had some troubles. And also we are going to tell you solutions.Okay, the first trouble we had was we lost our train ticket. In Croatia and Slovenia, they only issue paper tickets, and you must go to the station to buy the ticket. We lost the ticket, which was from Zagreb to Lake Bled. It was 2,000 yen per person, and the solution was we just had to buy a new ticket.いつもはいいチケットでスイスイなんですけど、なぜか電車だといいチケットがなくて。Then why did we lost our ticket? We always keep our belongings in my pocket, which has a zip. So it's supposed to be safe.
I don't know the answer to that, but I know the solution is always keep your tickets or valuable things in exactly the same place, so you always know where they are. Yes, I think I was drunk or something and thrown away. The second trouble we had was we lost our food for breakfast. We were staying in a hostel and we put them in the fridge, but we didn't notice that fridge was that shelf was for free food. So we put it on their free food shelf, and this morning it was gone. It included 2 eggs, a bag of frozen vegetables, and bacon. Also soup stock. The solution for this, first we went through other people's bags to see if they if they took it, and then we ended up going back to the supermarket and buying it again. Yeah. ホステルに、キッチンがあるときは気をつけなきゃいけないんですけど、フリーフードっていうのもあるんですよ。で、フリーフードっていうのはみんなが食べていいやつなんです。で、フリーフードは、冷蔵庫にもあるんですよ。で、なぜか私が多分酔っ払って、そのフリーフードのところに私たちの小食の食材を入れちゃったんです。で、This is what happened to us this morning. So be careful when you use a hostel kitchen and fridge. The third trouble in Croatia we've had is there are so many smokers and they're allowed to smoke indoors. So if you want to get a beer, oftentimes if you want to go to the bar, you have to go indoors and it's usually full of smoke. So for us, it's impossible to drink inside in Croatia because everyone smokes and we cannot really stand it. But also they're smoking outdoors too, so the best place to go is to your room. The person in front of you always smokes, so please don't be mad and crazy. Just stay away from these people.ヨーロッパの南の方に来れば来るほどそこら中で結構みんなタバコを吸っていて、タバコが苦手な私たちは結構大変でした。タバコが苦手な人はちょっと気をつけてください。The fourth trouble we had is the national park, Plitvice National Park, is very busy and the walkway is very narrow. So the solution to this is a bit more tricky becauseIf you take the earliest bus, you still get there, but only like you get there about 9:30, so it's already busy. So one solution could be to stay near the park and try to be the first one in. クロアチアで一番人気の、滝がめちゃめちゃいっぱいあってすごい綺麗なナショナルパークなんですけど、もう本当に人がいっぱいすぎて、水に落ちそうになりました。So, please try to be as early as possible. The fifth trouble we've had in Croatia is that when you buy a train or bus ticket, sometimes they assign you a seat.But no one actually acknowledges this or follows this. It really boggles my mind because this means that everyone is confused where they should sit and where they can sit because some people claim seats by leaving something on it. And so even though you bought a ticket, you might not even be able to get to sit down.You say it boggles my mind. What does it mean? Boggle is, it means to confuse. It really confuses me. It like scrambles my brain like scrambled eggs. But one solution to this problem, and this is what I did, if you do see an empty seat, try to look for the empty seat with the smallest person sitting beside you, and that way you'll have more space.What happened to you yesterday? I was very lucky. I found this very small Chinese lady, and she is very cute and very nice and quiet. So I told her I wanted to sit beside her because she was very healthy and not too big. And so once I sat down, she wanted to sit by the window, so I switched seats with her.And then 2 minutes later, she was asleep on my shoulders. I guess we had love at first sight.
No more travel, please. But the last trouble is we missed our night bus. We were waiting for a bus from the Zagreb station, but our e-ticket didn't show any information about the platform. We were at the wrong platform. Even we asked to a bunch of people, and the bad thing was it was almost midnight, so the information was closed. So anyway, we missed the bus, and long story, I'm not going to talk about it, but we are still trying to get the refund from FlixBus.このフリックスバスはヨーロッパで結構しっかりしてる会社だったので信頼してたんですけど、クロアチアではプラットフォームの番号が書いてないというふうに結構大変な目に遭いました。乗り過ごしたのは自分たちの責任ということで、やっぱりリファンドはもらえなさそうです。しかも乗り過ごしたのが深夜だったので本当に大変な思いをしました。皆さんも気をつけてください。We would say Croatia is as difficult as traveling in India, but it's different difficulty. That's right. We've had problems with the trains, with the buses, and with the people. All the trouble aside, Croatia is really beautiful to visit, and particularly the place called Dubrovnik, which was featured in...Game of Thrones. It's such a nice beach town. 魔女の宅急便のモデルになった町としても有名です。ぜひ一度訪れてくださいね。Today's first expression, it really boggles my mind. For example, the amount of cigarette smoke in Croatia boggles my mind. Or, throwing trash away in the ocean boggles my mind. Also,Stealing food from someone else in a hostel boggles my mind. What boggles your mind? Boggled mind. これはイディオムで、度肝を抜かれる、びっくりするということです。Boggle だけでも、怖くて驚いてギョッとするという意味の動詞で使えます。Today's second expression, it was love at first sight. For example, when I met Yui Aragaki, it was love at first sight.Or, when I saw the cute French bulldog, it was love at first sight. A different way to say, you could say, the first time I ate an Ebi Filet burger from McDonald's, it was love at first bite. Love at first sight で一目惚れするということです。ちなみに最後のエビフィレロンの文は、Love at first bite 最初の一口で恋に落ちたという意味です。使ってみてくださいね。一目惚れすることってよくありますよね。Thank you so much for listening. お疲れさらば。See you next time. Bye bye. Bye bye. DMM 英会話ラジオ英会話ボイスと行きたいところなんですけども、今回は花さんラストエピソードというところでちょっと特別ゲストを招いて、雑談をしていきたいと思います。はい、特別ゲストレネさんです。 Hello everyone。 来ちゃいましたレネさん。来ちゃいました。突然3人ね、3人揃いましたよ。揃いましたね。豪華ですね、3人。はい、ね、さてちょっと冒頭でも触れたんですけど、まあ、10から10ヶ月ぐらいラジオ参加してみてどうでした？あっという間でしたね。Time flies. I mean, yeah. Yeah, yeah. Was it difficult at first? Yeah, at first it was really difficult. Uh-huh. But then I got the hang of it. Uh-huh. And we started recording really fast.なんか1ヶ月に1回とか2週間に1回ぐらいの頻度でなんかレコーディングすると最初またドギマギしちゃったり、ね、最初噛んじゃったりとか、そうそうそう、でちょっと雑談して、ね、でやっと馴染んで慣れてきた頃に収録終了みたいな。そうです ね, あ る, ねあるあるですね、ラジオ収録。Do you remember how many episodes did you record? Oh well,
this is the 28th episode. So if we divide that in two, how many would that be? 14? Yeah. 14 episodes ぐらいやってもらってるかも。14 episodes. 早いね。早い。もうちょっとで1年経つんですもんね。この9月ぐらいからね。季節を感じますね。確かに。シーズンオブライフですね。まさに。Can I make you a question? Yeah. If you could summarize your experience as a radio speaker in one word, what would it be? もし一言でこのラジオスピーカーの経験を例えるなら何ですかね? Communication. Communication. Yeah. Interesting. Yeah. I think it's the new skill of the 21st century. You know? We need this skill. Radio skill?Communication, yeah. Yeah. So, so, Ray was skill. これからの時代。確かにね。Yeah, 大事。まあ、いろいろ AI が進んでいくと思うんですけど、やっぱりそこのコミュニケーションスキルは大事ですよね。うん。他に何か質問ありますか？確かに。Yes, I have many. Wow. So, how did you feel at first? 最初、このラジオを始めた時。Oh, yeah. Well, these are good questions. Thank you. Well, first, ね、初対面でしょうね。スカイプでちょっとこう話をして、初収録の日とか、二人ともたまたま白い服着てたりとか、懐かしい。懐かしい。髪の毛もショートで、そう。すぐ年も近くて、そうだね。あ、そうなんだ。懐かしい。そう。すぐフレンドリーになりました。懐かしい。一番最初の収録すごい覚えてます。たまたまショートカット、二人ともショートカットで白い服着てて、あ、白ですねって言ったらね、旦那さんが白着ていきなさいって。そうそうそう、スイートの旦那さんだなと思って。そのコーディネートも考えてくれる。He's your personal coordinator. Yeah, he's a stylist. Yeah. そんな初回から14までね、14エピソードで、トータルで28エピソードですね。確かに。お二人ともレネさんもハナさんもイベントに、DMA 会話のイベントに参加してもらったこともあると思うんですけど、実際に DMA 会話のユーザーさんに会って話をしたりして、どうでしたイベント？楽しかった。わお、本当みんな熱心で、すごくね、いい人たち。いい人たち。本当フレンドリー and outgoing and intelligent. Yeah, very easy to talk to. Yeah, yeah.なんかね、なんでしょうね、こうやっぱり一生懸命いろいろ話そうとするし、こうレッスンでやってきたことをこう やっとやっとリアルに話せるなっていうことで、そう伝わってきますね。伝わるから、話す側もすごい楽だったし、あと、時々ね、ラジオ聞いてますみたいな、あ、嬉しいですよ ね、 ね、あ、なんか「レネさんですか?」とか「花さんですか?」ね、そこからね、リアルでお悩み相談乗ったりとかね、ね、ラジオ試作も面白いですけど、こういったオフラインイベントでたまにお二方も参加してもらったりご協力いただいて、そんな思い出もありますね。はなさんめっちゃバー DM 会話でちょっと酔っ払っちゃったこともありますよね。ありましたね。それはちょっとお腹やっぱり好きっぱらだったからね。そうね、二人とも飲むの好きだからね。Yes, we love drinking. 酔っ払うとどうなっちゃうの？俺その時あんま覚えてないんだけど、すごく会話が弾むっていうのがあるし、会話が弾む、すごいフレンリーになります。そう、めちゃめちゃ結構こう、ハイパーみたいな感じ で、すごいいいですけど、帰り大丈夫かなってちょっと心配した裏話もあったりとか。そうですね、それシークレットなんですけど。いや、もう全国放送ですからね、これね。そう、全世界放送ですよ。確かに。この DMM カーラジオのリスナーって実は日本の他にアメリカとか、あとカナダ、フィリピンとかもちょこちょこいるんですよ。すごい、世界中に聞いてもらってるんですね。そう、 DMM カーのユーザーさん自体がやっぱり、日本だけじゃなくて各世界にいたりするので、そう、実は世界から聞いてくれる人も。すごい。It's a global radio program. そうなんです、ね、ちょっとこれからまた広げていきたいですけど。そっか。 And so Hana, you're going to Sydney, right? Yeah, I'm going to Sydney. Wow. So like, could you let us know a little bit about that? So you first were raised in Japan? Yeah, I was raised in both countries. Yeah, I was born in Sydney. And then when I was 3, we went to Japan. And when I was 9, we went back to Sydney. I see. And now you came back to Japan after that? Yeah, that's right. I lived in Japan as an adult. So
大人として子供としても両方なんか両方のあの時期を日本で過ごせました。That's a very unique experience. Yeah, come and go and living in both countries. I think it's been really good. Do you feel more Japanese now, or do you feel Aussie? Actually, you know, I think I'm a wild Aussie girl. A wild Aussie girl. Yeah, okay. Deep inside. That's what it's your. I may look quite Japanese, but inside I'm quite Aussie. Quite Aussie. Yeah. Do you think you will have any reverse cultural shocks when you go back to Sydney? なんかこう、oh, yeah. 逆カルチャーショックみたいなの、ありますね。多分カスタマーサービスとか、まあティピコなんですけど、時間通りに来ないとか。そう。あの配達ってあの玄関の前に置かれたりする？配達はもう投げ投げたりとか庭とか新聞とかポイみたいな、ポイって感じ。そう、日本だとなんかね、その宅配ロッカーとかフェイストゥフェイスで渡してくれるけど、カナダ行った時に玄関にボンと置いてあって、そうマジかと思ったの。いい思い出して、オーストラリアでもやっぱり外にポンって、そうですね、そうなんだ。それも絶対ちょっとショックかも。あるね、確かに細かいところだね。そう、日本の細かいところと海外のオーストラリアの、それちょっと適当な、ちょっとリラックスした部分、これ正反対ですね。いい部分でもあるけど、たまにちょっとショック受けることもしかしたらあるかも。確かにそのエクスペクテーションズがちょっと違うから。違いますね、ついついね、雑草みたいな、それだけなのみたいなのあるかもしれないですね。確かに。 Do you have any habits you have acquired as a Japanese? なんかついついやってしまう、なんか日本人の仕草みたいな癖とかってあったりしますか？なんか面白いことにそこまでないと思うんですよね。ないんだ。日本人っぽくないかな。どうだろう、癖とか。 Cause I have なんか例えば when I'm calling, when I'm on the phone、なんかついついこうお辞儀しちゃったりするんだよ。お辞儀しながら電話したり、これありがとうございますって言ってジャパニーズだね。 Yeah, very Japanese. 本当に無意識にやってるかもしれない、とか向こうに行ったら気づくかもしれない、あるかもしれない。 When you say thank you とか、なんかついついこうやってね、ペコッとしちゃったりとか。ペコペコお辞儀ね。お辞儀お辞儀はもしかしたら癖出ちゃうかもしれない、癖出ちゃうかもね、無意識に。そういうのもありそう。日本でなんか恋しくなるものとかってありますか？オーストラリア帰ってから日本のあれが恋しいとかって。あ、やっぱ日本のテレビ番組とか。テレビ番組めっちゃジャパニーズやん。そうかやっぱりあの特にあの午後やってるあのおばさんとかが見るワイドショー、ワイドショーとか、あと探偵物とか、ああいう相棒とか、ああいうのはやっぱり、確かに、オンラインでどんどん見れる、関係になってるんで。そうですね、 YouTube ね。そっかそっか。 How about any food?Food? Oh, yeah. まあ、寿司とかラーメンはオーストラリアにもあるんですけど、日本のそうですね、まあ、焼き鳥とかそういうの恋しくなると思います。お酒のつまみとか。お酒のつまみはないよね。居酒屋の安くてあのクオリティってなかなかなさそう。そういうのない、ね、インタラスティングだね。じゃあオーストラリアに着いたら最初にまず何かしたいことってありますか？Walk along the beach. いいですね。Just don't think about the time. Just relax. Relax. Have a beer. いいですね。Yeah. Aussie barbecue. Yeah. Meet friends. Meet friends. そんな感じ。大変なことも多いと思いますけど、楽しみなことの方がもちろん多いですもんね。はい、はい。What's your plan, by the way? Well, my plan? Well, when I go back, I want to find a job straight away. Secure a job. I've got two job interviews lined up. But hopefully, something. And then, yeah, my son will be attending school, primary school. So, a lot of newchallenges. え、そのインタビューはもうスカイプでやった感じなんだ。そう、スカイプで最初1個やって、で2つ目はまた来週あります。へえ、便利な世の中ですね。ね、スカイプインタビューして。そっか。And your, how old is your son? My son, well, I have two sons. The little one is two, and the
and the older one is 6. Kawaii ne. Yeah. Yeah, two boys. Yeah, so they will go through a big change, mm-hmm. just like me, mm. and I'm here to support them. Mm. I yeah. see. Good mommy. Mm. They speak more Japanese or English? Yeah, well, the first son, he only speaks Japanese. Mm. ほとんど日本語なんですけど、上の子は保育園も日本だったので、でも単語とか英語で分かってて、あとアルファベットも家で一緒にやってます。あ、じゃあそんなに大変じゃないのかもね。うん。行く時は、but そうですね。友達とかね、感覚違うもんね。最初着いたら3ヶ月ぐらいで、子供はね、だいたい小学校低学年ぐらいまではすぐ、ね、言語をなんか習えるみたいなこと聞いてるから、大丈夫かな。ね、環境とかに慣れたら、子供早そうですよね。早そうですね。確かに。うん。確かに、あ、でもいいなね、いいね、さっきちょっとかい、あ、その今日のトピックが、ね、シーズンオブライフでリタイアした後にどこ住みたいですか、うん、みたいなディスカッションとかもしてて、ね、幸せに老後暮らしたいし、そう、自分が好きなところに行きたいよねって言ってて、確かにね、でもやっぱシドニーはそういうオプションにも入るような場所。そうだね、やっぱりパラダイスみたいな、ね、自然もあるし、パラダイス、パラダイスって言っちゃうと本当にすごいいいなと思う。パラダイスって言い切っちゃうぐらい、うん、素敵なことですよね。しかもいい ね、なんだっけ、出身地だもんね。うん、都会もあるし、海も山もあるし、もう本当いろんな国の人がいるし、ね、カフェもいっぱいあるし、おしゃれなカフェも。そうそう、物価高いんだっけ。物価が高いんですよ。それがちょっとね、ちょっとネックだけど、うん、でもちゃんと仕事して、うん、あの生きていける、うんうん、へ、大丈夫、いいね、うん、How many hours? 時差がね、今は2時間で、サマータイム、サマータイムになると1時間、うん、まあ、年に1回か2回は帰ってこられるようにしたいなと思って、うん、ぜひゲストして、はい、その時、ね、なんかサプライズゲストでね、イベントに参加したいです、ね、ぜひぜひ、うん、現地の情報と子どもたちの様子もぜひ聞かせてほしいです、はい、というわけで今回は英会話ボイスではなくてちょっと内容変更して、レネさんをゲストに招いて、ハナさんを囲む雑談をしていましたが、リスナーの皆さん、ちょっとこうリアルなあの台本のないトークいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にハナさんに、リスナーの皆さんにメッセージを、送っていただきたいと思うのでお願いします。Okay, thank you, Midori-san and Rene-san. Uh-huh. To all the DMM users, you are doing a great job studying English online and also outside at bar events and, you know, going on tours. I'm so proud of you. I hope you continue doing what you're doing and best of luck. Yeah. はい、ありがとうございます。また、はい。再会できる日を楽しみに、お互い頑張りましょう。はい、頑張りましょう。せーの、See you!